ところにあんなものが、はあ、今日こんなお題なんですよ。なるほど。お二人に何かありますか。この前自分の家の近くを歩いてたんですよ。そしたらラーメン屋さんができたんですよね。はい、こんなところにできたんだと思いながら、じゃあ入ってみようかなと思って入ったんですよ。そしたら割とマニアックなアニメソングとかかかってて、アニメソングですか。こういうのミクル伝説とかかかってるんですよね。まあ結構マニアックだなと思って、あの店員さんを見たら全員アニメのキャラの T シャツを着てるんですよ。はあ、なんかドラゴンボールとか、そうコスパっぽい感じのマニアックだなと思って、出てきたラーメンが普通だったんですよ。北一さんびっくりみたいな。この伏線上げっぱなしな感じはどうなんだろう。でもそこに引っかかってる、それが気になってる北一さんも若干アニメとかお好きなんですか。そうですね、なんかこれ間違いないですよね。僕だったら素通りですもんね。それ、あ、そうですか。意識の中で店構えは普通なんですよ。はい、そう、結構なんかマニアックでしたよ、そこは。なんかあのね、うん、味玉とかドラゴンボールとか名前つけてほしいですよね。なってほしいですよね。で、なんか7つ集めると、なんか次なんかものすごいものを食べさせてもらえるみたいな。また点数でいうと65点ぐらいの普通のラーメンですけど。微妙な感じですね。がっかりしましたね。辛口っすね。あれ、ジロさんは何かありますか。いや、これ完全に仕込みだったんですけど、あのツアー中楽屋に生ビールサーバーが1週間ぐらいあったんですよ。おお、これ久々の誕生日で、誕生日企画で、あのメンバーからのプレゼントで。わ、どのタイミングで飲まれるんですか。もうライブ終わった瞬間。ステージ始まる前じゃないですか。違います、違う、終わった瞬間。終わった瞬間に。瞬間ですね。え、それ皆さん泡のつぎ方で揉めたりとかしないですか。いや、それはないですけど。だんだん上手くなってきましたね。そうなんですよ。あ、だんだん上手くなってきました。だんだん上手くなってきました。コツあるんですか。ありますね。え、どんな感じですか。いや、普通に入れたら、手前に押すっていう。泡だくなってする。泡をね、最後に泡をプラスするって。切ってこう。切るんですか。切るんですね、あれね。すごいプロフェッショナル。コップもこうちょっと斜め入れて、一回こうやって。中古にあるこう自動で斜めになるみたいな。ありますよね。久石さん今ビール継ぐ話したら目がキラキラ。違いますね、やっぱり。キラキラですよ。